ミッションスケさんです。ミッションです。リナです。今回はこちらクボタスラッガーのグローブの紹介です。よいしょ。前にある3つがトレーニングラー、トレグラー、そしてこちらの6個が少年用軟式。少年用ね。こちらを見ていこうと思います。まずはこの少年用、こちらの少年用3つ、サイズ違い、ウェブ違い。サイズ違いなのね。サイズ違いだ。こちら取っ手紐が抜かれてるね。そう、最初から取っ手紐が抜かれてるってことで柔らかく使えると。あと小指のところの紐が自分のサイズに調節できる。気づくね。気づいてくね。今日はこれはバンドの部分が手の大きさに合わせて調節できると。少し手が小さくてちょっと余ってるなっていう方も引っ張ればぴったりできると。あとティナちょうどね手入ってるんでね、うん、女性にはまあちょうどいいサイズかなっていう。確かに、ね、ちょうどいい。だから少年用でね、このいろんなウェブあるのいいね。そうだね。しかもかっこいい。でしかもね、やっぱ大人気のスラッガーですからね。そうだね。じゃあ続いてね、トレグラ見ていこう。トレグラ、はい。続いてこちらのトレーニングラ、トレグラ、こちらね公式です。あ、公式、軟式公式、まあ、両方いけると。先ほどの少年用と同じく取っ手紐って書いてますね。なので柔らかく使える。これは結ばれてない。これはねもう本当自分でねブッてやって、その後前に自分で結んで、最初からこうなってことね。そう、最初からもう結ばれてない。なんでね、ちょっとここをねバーって引っ張って抜けちゃうんで、ね、そこちょっと注意かなって。まず買ったら調整から。そう、まず調整をしたいとね。あとまあトレーニングラブなんだろうね、うん、サイズが手のひらサイズ。これだいぶちっちゃい。ということでボールつけました。これボール入れてみましょう。本当にこんぐらい。そう、本当ね、ちっちゃい。ポケットでしっかり取らないと入らない、ね、結構トレグラの中でもねちっちゃい感じする、うん、甘いは許されない。甘い許されない。しっかりとね、ウッサンマークのところでキャッチすると。ウッサンマーク、ウッサンマークのここでちゃんと取るという意識ができますね。こちらいいトレーニングになるよ。そしてこちらのトレーニングラブと少年用すべて限定から。限定きた。あとこのラベルもね、公式で使ってるやつと同じなんで、これも限定だね。ラベルも限定。限定祭りだね。じゃあ気になるね値段もね、お願いします。こちらのトレーニンググラブ、メーカー価格税込み14,300円です。なかなかのねお安さで、しかも公式も使えるからね。確かに。で14,300円と。じゃあ続いて少年用の方で、こちらの少年用グラブは税込み17,600円です。17,600円。こちらは限定から、ね、使いやすい人気のスラッガーのグラブですね。はい、というわけで今回の動画以上です。チャンネル登録、高評価、そして通知ボタンをお願いします。今週のお題は野球あるある外野手編。今月の MVP 賞はこちら。こちらの3つの中から1つを選んでいただきます。この後は次回予告。